ね。村本さん、あの、俺。はいはい、みんなもう遅いんだから帰りな。エアコンつけっぱで寝ないように。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。さてと、結構なボリューム、一括で修正効かないな。このデータミスってたってことは、おととい死者に送ったデータにもミスがあるか。村本さん、火事？なんでいるの？いつも世話になってる上司が睡眠時間削って頑張ってるんだから、俺にも手伝わせてくれたっていいじゃないですか。ありがとう。じゃあコンビニ行ってパリパリ麺の買ってきました。チョコだ BB 買ってきました。じゃあレモンベロが買ってきました。なんでこの程度ですか。もっと全力で甘えに来てくださいよ。難しいこと言うじゃん。村又さんは俺が社内一尊敬する上司ですけど、俺一応彼氏でもあるんですから。じゃあさ、抱っこして。恥ずかしい、やっぱり恥ずかしい。何言ってんだろう、私いい年して。恥ずかしくないですよ村又さん。かっこいい村又さんも好きですけど、それだけが村又さんじゃないです。だから一人で全部抱え込まないで、俺らにも頼ってくださいよ。仕事できるアピール、うっざ。うちらが頑張ってないみたいに思われるじゃん。女のくせに偉そうに。調子に乗るな。泣けばいいと思ってんのか。化粧ぐらいちゃんとしろよ。マナーだろ。今日メイク気合い入りすぎじゃない？枕でもやってるんでしょ？何その舌、気持ち悪い。聞かないですよ。カジ、ごめん。トイレ行く。ダメです。言ったでしょ、全力で甘えてくださいって。ありがとう、ありがとうね、カジ。はい、俺以外のみんなも村又さんのこと好きですからね。さあ、さっさと終わらせて一緒に帰りましょう。やだ、もっと抱っこしてて、頭も撫でて、靴も脱がして。はいはい、チューもして。